はい、どうも、相馬です。今日も箱庭の歌、続きやっていきたいと思います。1になってんねんな。日入りの時刻が迫ってきた。惜しいわね。あとちょっとで完売なんだけど、ああ、文化祭や、そうですや。焼きそばやな。みんなもテントに戻ってきて、全員で呼び込みや販売を行っていたのだけど、最後の最後、10人前ほどが余ってしまう。いづきやったら10人前とか食べれるんちゃう？ま、ここまで売れれば上等なんじゃない？初めての出店なんだし。出店、出店なのかな？出店。それはそうなんだけどね。せっかくなら全部売り切りたいよな。まあ、そうは言ってもしょうがないだろう。もうすぐ一般入場も終わりだから、片付けの準備をしよう。仕方ないの。と、諦めかけていたその時だった。小鳥が声を上げる。みんなが小鳥の視線を追って顔を動かした。おー、イリナさん。正面の方からこっちに向かって歩いてくるイリナさんの姿が視界に入る。イリナさん。おう、ここだったか。昨日のことがあるので少し気まずい。とは言っても、それは僕が勝手に感じていることなのだが。まだ余ってるのか？はいはーい、ありますよ、ありますよー。お前知り合い？え？お前知ってるよな？お一つですか？それとも10個ですか？なんだその二択は。いや、だって、球技会大会の時たくさん食べてたからだよね。お前には言われたくないぞ。財布を取り出しつつ、イリナさんははーとため息を出す。まあいい。じゃあ10個くれ。え、マジで？勘違いするなよ。全部自分で食べるわけじゃない。仕事仲間に持っていくんだ。優しい。そんな、言い訳しなくてもいいですって。本当は全部自分で食べるんでしょ？ 私を大食いキャラにするな。球技大会であんなに食べておいて、それは無理でしょう。お前が言うな。10個の注文ということで、伊月と小鳥が並んで調理することになった。二人が焼きそばを作る様子を、イリナさんは何とも言えない顔で見つめている。小鳥が料理するなんてなぁ。この島に来る前はどうだったんですか？あんまり食べるものにこだわる人間じゃなかったし、栄養補給さえできれば何でもいいっていう感じのスタンスで、自分で作ることなんて全くなかった。へえ。今の食いしん坊小鳥とはだいぶ様子が違う。10人前を一気に作り上げ、パックに詰める。ほい、2000円でいいな。毎度あり。お金を受け取って簡易金庫にそれをしまい、伊月はその場にしゃがみ込んだ。伊月、どうかした？小鳥が心配そうに伊月の肩に手を置く。すると伊月は大声を上げて急に飛び跳ねた。乾杯！ああ、そっか。確かにこれで全部売り切れじゃのう。なんだ、そうだったのか。具材は多少残ってはいるが、麺はすべて調理し終えた。初めてなのになかなかの成果を得ることができたと思う。ほら、あんたたちももっと喜びなさいよ。伊月が小鳥や小波の肩に手を伸ばし、回して、テンション高くぐるぐると回り始める。わあ、目が回る。いずね嬉しそうじゃのう。うわ、金庫すげえ。これ一生遊んで暮らせるだろう。ってなるよな、わかる。なわけあるか。みんな歓喜していた。僕もその輪に加わろうと一歩踏み出す。するとそんな僕をユリナさんが呼び止めた。涼介、ちょっといいか。今言わんでよくない？ちょっと1分待ってよ。どうかしましたか？ああ、ちょっとな。真剣な顔だ。ちゃんと振り返って話を聞くことにする。お前たち、この後本拠地とかいう場所に行く予定はあるか？
どうしてですか？いいから、どうなんだ？いえ、多分ないと思います。打ち上げとかもしないんだな。片付けの後、運動場で全体打ち上げがあるから、そっちに参加するので。そうか、ならいい。でもなんで？ああ。まあ、お前には隠してもしょうがないから説明しておくか。多分あの辺に一体大きいサイズの敵がいる。今 RCH は作戦を立てているところだ。それは予想外の言葉だった。思わず呼吸が止まる。私がここに来た理由はそれだけだ。今夜はあそこに近寄るなって、それをお前たちに言いに来た。敵が本拠地の近くに。今まで何度かラジオが勝手に音を拾ったことを思い出す。やっぱり本拠地の近くに敵はいたのだ。もしかしたら被害に遭っていたかもしれない。そう思うと背中が冷たくなってきた。打ち上げがいつまで続くかわからないが、途中で小鳥を回収しに来ることになるかもしれない。それだけは念頭に置いといてくれ。わかりました。じゃあ悪いが、あまり時間もないからこれで。話を終えると、イリナさんはこっちに背を向けて、正門の方へと戻っていく。あれ、イリナさんだっけ？だったっけ？もう行っちゃったの？ちょっと忙しいみたい。なんか凌介に話があったのか？いや、別に大した話はないよ。さあ、それより暗くなる前に片付けよ。そうじゃな。日が暮れて夜になる。片付けを終えたいろんなグループの人たちが次々と運動場に集まってきた。運動場の真ん中でキャンプファイヤーが燃え盛り、みんな遠巻きにそれを眺めながらはしゃいでいる。いいなぁ、キャンプファイヤーしたいんだけどさ、最近うるさいじゃん、火の扱いとかさ、煙とかさ、だからできないんだよ。レジャーシートを敷いて、出店で買った食べ物や余った食べ物、わざわざ打ち上げ用に用意した飲み物などを持ち寄って、まるでお花見のようだった。大体の人が島民なので、打ち上げになるとグループの垣根を越えての交流になる。大人たちは酒を飲み、そんな大人たちから酒をもらおうと中高生が教師の目を気にしながら歩き回る。小学生の時はあまり参加させてもらえなかったから楽しみにしてたんです。打ち上げ。僕たちも森崎グループと一緒にレジャーシートを使っていた。おい森崎、最近この人どうなんだよ。どうって何がですか？あれから少しはお近づきになれたのかって聞いてんだよ。これからです。またこれから詐欺だよ。正直聞き飽きたぜ。うるさいですね。ちゃんと数々の作戦を用意してるんですから、ほっといてください。数々の作戦。私は今後無事でいられるかの。試しに付き合ってみたらいいじゃないのよ。なんて恐ろしいことを。恐ろしいってひどくない？コナミちゃん。事実じゃろう。助けてピヨちゃん。ひよこに助けを求めないでください。ひよこのこの顔。マジで嫌がってる顔じゃん。至るところでみんなの楽しそうな声がこだましている。そんな雰囲気の中、僕ももちろんはしゃぎたい気持ちでいっぱいだったのだが、一つの気がかりのせいでどうしてもそうできずにいた。敵が本拠地の近くに。きっとこの後、RCH と小鳥がどうにかしてくれるとは思うが、それにしたってあんな身近な場所でという恐怖心がまだ拭えなかった。今日までみんなが無事でいられたのは奇跡的なことかもしれない。なんか凌介も疲れてるみたいだけど、小鳥もだいぶぐったりしてるわね。ふぅ。今日までの中で一番疲れた。なんか面白い。ま、楽しいことしてると無理してるのにも気づかないで全力で楽しんじゃったりするからね。終わった後どっと疲れるっていうのはよくわかるわ。楽しいと疲れるの？
全部が全部そうってわけじゃないと思うけど、何してても全く疲れ知らずもバカもいるしね。俺のことか。あんた以外に誰がいいんだよ。今日は楽しかった？小鳥。うん、楽しかった。すっごく。ですってよ、涼介さん。え、なんで僕に言ってくるんだよ。そりゃだって、今日小鳥とずっと一緒にいたのが涼介だからでしょ？からかうなよ。不意に二人だけ歩き回った今日一日を思い出し、顔が熱くなってきた。いろいろあったような、なかったような。ペットボトルとか、ペットボトルとか、ペットボトルとか。関節キスのやつやな。関節キスの。私、一人顔を赤くしていると、小鳥は誰にともなく喋り始めた。咲いた際にみんなと参加できてよかった。みんなと友達になれてよかった。この学校に来てから、みんなと話すようになってから、楽しいことがいっぱい起こる。いっぱい楽しい気持ちになれる。だから、本当にありがとう。いいなぁ。突然そんなことを言うもんだから、みんな唖然としてしまって何も喋れない。誰も喋れないものだから、小鳥も自分の発言が間違っていたのではないかと不安げな顔つきになっていく。すると、プッククって、急に何を言い出すのよ、あんたは。まあ、佐藤さんらしいって言えば、佐藤さんらしいけどな。俺も、コトリンが転校してきてくれてよかったって思ってるぜ。そうじゃな。あれからいろいろあったしの。みんなが笑顔を小鳥に向ける。はぁ、あ、思ったことをためらいもなく、すぐ口にしますね、小鳥は。でも、微笑ましくていいじゃない。ほらほら、炭酸飲めよ、小鳥さん。炭酸飲めないんだって、小鳥は。炭酸、無理。小鳥、炭酸飲めないの？だって、しゃっくりが出る。そういえば、ナムさんっていうのはな、あったな。しゃっくりしたすぐ後にナムさんって言ったら、死なないですってやつな。ナムさんっていうのは何だったのじゃ？何の話だそれは。あれは涼介が。笑顔のみんなに囲まれ、小鳥もまた笑っている。そんな光景はまるで光の中のようだった。9時を回ると、生徒たちは家に帰らなければならないことになっている。じゃ、まあ明日は通常営業、本拠地集合ってことで。そうね、反省会もしなきゃだしね。そんなに反省することなくね？形だけでもそういうのしておいた方が格好がつくじゃないのよ。よくわからんの。結局、イリナさんが小鳥を迎えに来ることはなかった。現状がどうなっているかわからないが、敵のことは任せるしかない。みんなを本拠地に近づけないようにしなくちゃ。RCH が動いているからといって、今日中に肩がつく保証はない。明日本拠地に集合というのは少し危険かもしれなかった。あ、明日の集合場所なんだけどさ、学校にしない？なんで？暑いじゃん。いやでもほら。反省会するなら、同じ場所の方がいいかなって思って。ふむ、一理あるかもしれない。いや、どういう理屈よ。というか、学校に集まると、残った後片付けの手伝いをやらされるかもしれないぞ。それはいいかもしれないわね。地域住民と教師に恩を売るチャンスじゃないの。マジで？指定校推薦もらえんの？まあ、内申点は上がるかもしれんからね。内申点上がったら、その、平成点がもらえて、指定校推薦もらえる確率がみんなよりちょっと上がるかもしれんね。誰もそこまで言ってない。なんかおごってもらえるかもしれないし、そうしましょうよ。しょうがねえな。ふう、危機一髪回避。なんとか学校集合に変更できた。みんな向かう方向がバラバラなので、このままここで解散になった。
それじゃあね。うん、また明日。暗い世界。はい、ちょっとね、めちゃくちゃキリいいのでね、ここで終わりたいと思います。いやー、文化祭無事終了して焼きそば全部売れてよかったなー。てか、みんなで打ち上げとかなかったしなー、そんなん。俺もやりたいわ。次回はどうなるんやろか？この、こっちの世界線の話になるんか、これがもうすぐ終わるって、敵の話になるんか。はい。それでは、ここまでご視聴してくださった皆様、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ほなねー。